ここからの眺めもすっごい。やっぱり空から見ると全然違うな。高速道路の車が豆粒じゃん。高層ビルの屋上でもここまでの高さはないし、新鮮だよね。あ、ここのポイントでちょっと止まってもらってもいい？大丈夫よ。ちょっとホバリングでお願いします。あのビルを画面に入れたいから、こっちのレンズで露出もこうで。切り替え早っ。この夜景をユカがどう切り取るのか楽しみだね。わかるわ。思う存分こだわってもらいましょう。うわ、あそこのビル密集してんな。抜けて飛ぶのむずそう。しのぶ、最近は戦闘機のゲームしてるんだっけ？そう、つい現実の景色でイメージしちゃったよ。うわ、もう容量の半分使っちゃったよ。はいや、どんだけ撮ったんだよ。そろそろ満足した？うん、バッチリ。ねえ、ソラ、他にもいいポイントあるんでしょ？そっちにも行きたい。いいわよ。そうね、頃合いもちょうどだし。ん？それじゃあ移動お願いします。はい、まずはこちらをどうぞ。何これ、おそば？機内食仕様で特別に用意した年越しそばです。空の上で年越しそば？面白いね。続きまして皆様、こちらをご覧くださいませ。え、なになに？一体何が？あ、花火だ。花火まで見れるなんて。冬に花火ってめっちゃ季節外れじゃん。綺麗だけど。新年に花火を打ち上げるところもあるらしいよ。でもなんだろう、何かのイベント？この下の公園で年越しのイベントをしてるのよ。うちの会社も出資した企画なの。タイミングもちょうどだし、ツアーに組み込まない手はないと思って。さすがエソラ、これを取らないなんて手はないよね。空から見ると違うね。年の終わりに空から夜景、年越しそば、花火、レアな体験をいっぱいしちゃったな。この後にお寺で初詣すればきっちり閉まるね。ウフフ、喜んでもらえてよかった。プランナー冥利に尽きるわ。みんなの反応は今後のクルージングプランの参考にさせてもらうわね。誰にとっても忘れられないクルージングになると思うよ。ほら、絵空も花火見なよ。次ヤバいの来そうだよ。ほんと？楽しみね。来年もまたみんなでなんて。花火に願うより初詣の時の方がいいかしらね。